猿が森砂丘東通村は青森県下北半島の北東部に位置する村。下北半島の北東にある太平洋と津軽海峡に面した村で、北東端には尻屋崎があり、岬の付近に桑畑山がある。地形は平坦で標高の低い山が村内に点在する。東側の海岸付近にはいくつかの沼があり、多くの川が海に向かって流れる。 集落は村内各地に点在している。村の地理的な中心である内陸部に村の行政施設や体育館を確認した住宅団地の形成を目指している。また村の東部太平洋側に東通り原子力発電所を誘致している。欠片の気候区分では西岸海洋性気候に属する。かつては 村内の道路が未整備だったことを主な理由に村役場を村外に設置していたが、1988年に村政施行100周年記念事業として村内に役場を移転している。自治体の外に役場を置いている事例は、離島地域である鹿児島県鹿児島郡三島村及び都島村、沖縄県八重山郡竹富町があるが、東通村のように隣接自治体と、 陸続きなのは極めて珍しい事例であった。東通り原子力発電所誘致により安定した財源が期待できることから周辺市町村との合併を当面行わない方針を持つ。村が抱える課題として村が整備した住宅団地の多くが売れ残り大幅な財政赤字など新しい街づくりが進んでいないことが挙げられる。突起なき場合。 東通村歴代三役等一覧表による、近年では、葉坂域を狙ったいちご栽培が、盛んになっている。平成27年国勢調査より前回調査からの、人口増減を見ると、8.89%減の6,607人で、あり、増減率は、県下40市町村中24位。東通村は、 平成16年度時点で小学校16校、中学校6校があり、人口に対して学校数が極めて多かった。また、進学状況や各種学力調査においても、ほとんどの教科で満足できる数値に達しておらず、恵まれた教育環境とは言えなかったため、平成16年に学力の充実を目指した総合教育プラン、教育環境デザイン。 東通り21を策定し、翌年3月に投申を受けた。投申では、21世紀の国際的リーダーと村をリードする次世代の優秀な人材の輩出と、子供を持つ世帯に魅力的かつ先進的な教育の村として確立し、定住志向を高め、県内外からの移住取り込みを図るという二つの大きな目標の下で、具体的な数値目標が掲げられ、保護者、 住民、学校、教育行政が一体となって取り組んでいくことが必要であるとし、骨格デザイン8項目と詳細デザイン30項目で構成された。これらをもとに、平成20年4月に中学校6校を1校に、平成21年4月には小学校16校を1校にした。さらに、平成十四年四月には、現在十円ある乳幼児施設を、 認定子ども園として一園に統合し、乳幼児施設、小学校、中学校を隣接設置し、幼少中一貫教育の展開を、ハード面からサポートしていく。ソフト面では、平成17年度に、我が村の先生制度特区の認定を受け、損費負担教職員を全国公募で15名、採用し、小学校で25人学級、中学校で十九人学級の、 少人数学級体制を指揮、小学校段階から主要教科で、修熟度別クラスティームティーチング、教科担任制を導入し、平成19年の東通村英語教育特区の認定により、小学校1年生から英語科を正規教科として採用した。平成17年10月、全国でも珍しい公営の学習塾、東通村学習塾が開校した。 小学校以下は廃校。中学校以下は廃校。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、東日本旅客鉄道を港選手も北駅。ありがとうございます。